嬉しい日かも。ヒカルファンたくさん来るといいな。なんか鼻の傷さ、さっきより薄くなってない？めっちゃ嬉しいんだけど。お、生誕祭当たりました、やったー、よかったよ。みんな本当にみんなではないけど、こんばんは。ね、薄くなったよね、やったー。さっきなんかね、薄、あのなんかかさぶたみたいなのが少し取れたんだよね。え、そうそうそう、取れて、開けましておめでとうございます。俺も生徒さん当たったよ、嬉しい。ヒカルのショールームに来てくれてる方が続々と当たっておられる。こんばんは。じゃあね、楽しみにしときます。探そう、みんなどこいるかなって。そっとしときよ、触らない触らないこんばんは。お眠だ、平野ひかるお眠だ、配信終わったら寝る配信終わったら寝るぞ。明けおめです、イエーイ、明けおめです。明日はそうだな、何時から配信しようかな。朝配信しようか迷ってるんだよね、朝。うん、あ、ギフトありがとうございます。お鍋じゃ、お鍋じゃ、え、可愛いんだけどお鍋ギフトありがとうございます。お鍋、うん、なんか6時くらいから配信したいなと。ちょっと明日ね、早く起きるので、はい、予定があって早く起きるので。ギフトありがとうございます。うん、ギフトありがとうございます。そうだから、朝ちょっとお昼はね、チーム4の振り起こしをしたいので、いつまでゆっくりできるの？多分6日まで、あの6日じゃあ6日まで5日までか、6日からあの公演とかいろいろ始まるので、それまでは割とお仕事に関してはのんびりなんだけど、まあそのお仕事の準備などなどお忙しくなっております。私は そうだから、とりあえずチーム4公演は出たことあるから、1日で立ち位置振り頭入れて、あとは毎日1回は絶対踊るっていうのにしてったら多分忘れない。ね、個人的にもしなきゃならんこともあるんで、そうそうそう。じゃあ6時から配信しちゃおっかな。ちょっとまたきっとお布団からね配信してると思うんだけど、アラームかけとこ。こんばんは。今年初詣ね
いけないね。いや、わかんない。いけないねって言ったけど、わかんないです。あんまり。じゃあ、これ短め。55分になったらランキング読みます。55分になったらランキング読んで、ランキング読んで、ギフト読んで、そんで終わりたいと思います、今日は。はい、だから30分なんですけど、配信は。こんばんは。5時59分にアラームかけました。絶妙。私は55分にアラームをかけました。そんな変わんない。私いけてない？え、言ってるよ。言ってる言ってる言ってるんだけど、ちょっと今年はね、なんかバタバタしそうだから。虎の絵はいつから描き始めたの？昨日の夜。え、違う、今日。今日の年越し配信1時過ぎてから。違う、1時過ぎてからじゃなかった、0時過ぎてから。そうだから今日ですね。とりあえず鉛筆で型だけ、本当は色鉛筆とかで色塗ろうと思ってたんだけど、いや色鉛筆じゃ出せんぞと思って色が。そう、水彩絵の具引っ張り出してきました。そう、初めになんかね、鉛筆で目の位置とか書いて、とりあえずあらかたなくその模様とかも書いて、そこから色塗って完全に。ギフトありがとうございますかな。あるよ、昨日の。なんか、あ、こっちの携帯、あ、入ってる入ってる、ちゃんと入ってる。ほら、こんな感じで、こっち鉛筆ね、まだ鉛筆でこんな感じで描きましたよっていう。そこからなんか、まあ色とかいろいろ、顔とかもだから鉛筆で描いた時より微調整されてますね。あ、もうちょっと目大きい方がいいなとか、もうちょっと鼻下だな、もうちょっと鼻大きいなとか、ちょっといろいろ調整しつつ描いてます。ギフトありがとうございますね。ギャリーン。ちょっとね、とりあえず東京行く前に完成させたいんだ。とりあえず東京行く前には完成させたいんだ。完成すんのかな、ちょっとしなかったらショックだな。ね、楽しいか、たまにやるとね、すごい楽しいんですよ。ノリノリになる。でもね、なんか氷川見てる、まあ石川動物園でね撮った写真を参考にしてるんですけど、その虎はね、そうやっぱり違うんだよね、お顔。なんか実物と比べちゃうとやっぱりなんかあれなんだけど、まあまあまあ、そうだから模写系は苦手だね。学生時代美術5だよね。3か4でした。5はね、5取ったことあったかな。うん、4、3か4の記憶だね。うん、まだまだ完成じゃないし、体も色塗ってとか、ちょっと毛の感じ出してとかあるんでね。いや、なんかさ、毛の感じ出すのが一番難しいんだよね。あ、嬉しい。ツイッターに上げてた絵見て来てくれた人がいる。そう、ちょっと全体像はねまだ途中なんですけど、こんな感じです。イエイ。そう、頑張って模様というか、なんかボコボコというか毛の感じを出してるんだけど、難しいねやっぱり。そう、ここら辺の毛とかもなんか、うんね、なんだろうね。動物描くのは好き、大好き。こんばんは、ゲストありがとうございます。一回ちょっとパレット洗わなきゃ。
かもう乾いちゃったしかパカパそうかパカパ一回洗ってから、そうめ結構細かいかな模様影、そうなんかあんまり見えないくらいに白入れてたりもするし。ギフトありがとうございます。そう人物が苦手なんです。人物が苦手なんですね。なんか人物画は上手に描けた記憶がない今まで。うん、嬉しい、みんな褒めてくれて。ちょっととちらないように頑張るわ。まだできてないから出来上がってえあれみたいにならないようにちょっと頑張るわ。こんばんは。そうね、絵の具はめちゃめちゃちょっとずつ色変えて、だからパレットめっちゃ汚いです。いろんな色混ぜてそう、あ今までの絵、今までの絵ね、ちょっとあるかな。あーっとね、携帯で撮ったやつでいい？まあ今までで一番なんかあ一番うまく描けたなって思ったのはこれだね、ゴジラの第二形態。ちょっとこれもうねその番組で使ったんですけど、番組の人に実物渡しちゃったのでもうないんですけど手元には。はい、第二形態を漫才に使うのに、はい、描きました。ギフトありがとうございます。そうあとは色鉛筆だったら、あこれインスタ開けないんだった。インスタに絵があるんですけど、桃と梅の描きましたね。そうインスタで描いたんだ、インスタに載っけたんだけど、あれいつ描いたやつだっけ、結構前だよね。全然出てこない全然出てこない。ギフトありがとうございます。おかしいな、出てこないぞ携帯で写真撮って入れてあるはずなんだけどな。いつ書いたやつ、あれ前すぎない？出てこなすぎてびっくりなんだけど出てこなすぎてびっくりなんだけど本当に。いた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 、色鉛筆だとこん色鉛筆だとこんな感じですね。ちょっと色鉛筆だから、色鉛筆だし画面越しだからね、いまいちわかんないんですけど、
そうそう、これはもう色鉛筆ですね。元梅を描きました。まあでも光、多分色鉛筆より水彩の方があの得意だと思う。色鉛筆ってやっぱりなんか模様とか描きづらくって、光からしたら。そう、まあでもこれはね、なんか色鉛筆で上手に、まあ今までより一番上手に描けたかなっていう。そう、一番うまく描けたよ、元梅。ギフトありがとうございます。まあね、たまに書いたりもするので、はい、またお見せしていこうかなと思います。ギフトありがとうございますね。結構他に何か書いてたっけな。そんな水彩って言うほど、なんかお仕事とかでは少しだけ描いたりもしたことあったけど、プライベートでめったに描かないんでね。水彩ってあのすごいね、あの好きなんです、描くのは好きなんですけど、片付けがめんどくさいすごい本音、片付けがめんどくさい、そう、片付けがめんどくさいんです。だからやらないのよ、あんまり。なんか色鉛筆みたいにさ、パンパンパンってやって閉めて終わりみたいな、入れて閉めて終わりみたいなならいいんだけど、洗って乾かして、そして片付けるじゃん。で、洗う時ってさ、もうさ、絵の具ってカパカパじゃん、取るの大変なのよ。で、そこから洗面所まで洗うっていう、そう、あ、絵の具ついちゃったダメなの、それが。だからあんまり出してこないんだけど、たまにね、なんか描きたくなって引っ張り出したりもします。カピじゃない、カパカパ、カパカパって言わない、カパカパって言わないの、カパカパだよ。そう、特にね、なんかこういうさ薄いやつはいいのよ。ここら辺のさ、なんかもう分厚く固まってるやつっておるやんそう、それがねほんと取れんのよ。いばん、嘘、カパカパだよ、カパカパ、平野家ではカパカパで。ギフトありがとうございます。カパカパだから、初めて聞いた、嘘、カパカパよ、冒険かな。待って待って待って、よくいますでしょ。方言じゃない、方言ではなさそうだけど、カパカパだよ、カパカパ、うん、カパカパ、カピカピって言わないあんまり逆に、カパカパってサイズアバンの時とかに言うけどな。うん、それなんか今調べたらそう、なんか靴がカパカパってできて、あ、確かにそういう時にもカパカパ言うなと思って。方言じゃなかったよ、方言で出てこなかったもん。まあだから人それ、その平野家独特なものなんかね、平野家とか、まあ一部の家カパカパよ、なんで、なんでよなんで、
違う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 ちゃうねんな。カッパよカッパ。カッパカッパカッパって感じになっちゃう。違う。えねえ、ひかもさっき仙台弁って出たんだけど、え別私仙台住んでないよ。仙台住んでないよ。えどこから来たカッパカッパな。ね、石川使ってるよ。もう明けましておめでとうございます。カッパカッパや。ね、お父さんお母さんの地方とかですかね。いやめっちゃどっちも石川に住んでるずっと。うん、まあお家それぞれってことでいっかね。まあ確かに 何人かね同志はいました。何人か同志はいましたね。親戚は石川の方しか知らないです。石川の方しか知らないです。うん、そんな石川県以外の親戚は知らないですね。私石川県以外に親戚いるのかな。の先生ずっと石川県。どうだろう、どうなんだろう。先祖の話なんか聞いたことないからな。でもおばあちゃんも多分石川だよ。あどうなんだろう、多分。こっちに帰ってきて友達だったけど想像以上に石川弁がっつり喋るから心配されてしまった。いやそんなもんよ。でもだってかりんちゃんとかもまあ普段はねあんまりまあ多少は出るけどそんな出ないのね。もう急にね電話し誰かとねまあ親とか友達とかと電話した瞬間出るからね。ものすごいあれ今までの言葉どうしたみたいなくらい本当に方言出るから。そんなもんよ、それはね仲がいいっていう証拠。ヒカルンって下尾さんと親戚ですか。似てるから。全然違います。まあねちょっとありがたいことにそう言っていただけることも多くて本当に昔からちょいちょい言われました。本当にね、もう本当に可愛い子とねなんかそんな似てるなってもう本当にありがとうございます。はい、55分ということでねちょっとねランキングに早いんですけどいきたいと思います。13位トシベビースターマンさん、12位ごめんな噛んじゃった、12位ウドさん、11位 WY やっと影の守護神さん、10位プリーズアット明けおめ今年もよろしくねさん、9位ランタンアットセンターさんに向け必要なものは何ですかさん、うちわです。うちわかヒカルングッズかペンライトです。はい、8位キヨシさん、7位谷口ひろきさん、あと光るん倒しという思いです。はい。6位サルキチアットヒカチューブさん、5位カイさん、4位サトちゃん、3位カボちゃん、2位谷中日向守アット、光るん今年もありがとう来年もよろしくねさん、よろしくお願いします。1位ユータットヒカチューブさんです。ありがとうございます。それではギフトいきます。
ゆうちゃんさん、さるきちさん、うどさん、ゆうやさん、夜中ひなたまもるさん、さとちゃん、W バイアット影の守護神さん、のたさん、プリーツさん、ゆうちゃんさん、ゆうやさん、ゆうたさん、かぼちゃんです。ありがとうございます。まあうちはねなくても別にいいんですけど、まああった方が嬉しいけど、まあ最悪なかったら仕方ない。どれか一つ欲しいな、今言った中で。ペンライトなのか、まあ、光るんグッズなのか、うちわなのか、もう俺は光るん単押しだぜっていう思いなのか。まあね、きっとでもみんなね、光るん単押しだぜって思いはきっと持ってるだろうから、まあね、他3つどれかねきっとみんな光るん単押しって思い持ってるはず。それはもうね、きっとね、言うまでもなくはいね、ということで皆さんよかったです。瀬田さんね、本当に当たるといい、もう当たってほしい、みんなに、はい、ぜひ来てくださいはい、ということで皆さんね、ちょっとショール短い時間だったんですけど、夜遅くに見に来てくださってありがとうございました。それではまた明日6時かな、朝6時、寝坊しなければ配信をするので、アラームかけたから大丈夫だと思うけど、してなかったら、あ寝坊かって思っといて、寝坊しないように頑張るけど。それでは本当に皆さんありがとうございました、見に来てくださって。それではまたね、おやすみ。え、終わるの？ごめん、ちょっと今日は終わっちゃう。明日ね、6時からやってるから、朝6時から多分1時間くらい、30分から1時間どっかそのあたりでやってるから、来てください、よかったら。おやすみ、バイバー、ありがとう。